そうですね、はい、まあ、声が出ました。それではここで続いて長野県議会から宇津橋重人さん、宇津橋重人様お願いいたします。ありがとうございます。お忙しいところえ、民主党の県会議員の宇津橋重人でございます。明けましておめでとうございます。本当におめでたいと申し上げたいところでありますけれども、なかなか厳しい年明けになったとこう言わざるを得ません。先ほど来若上ご住職、また池田市会議員の方からもお話がありました。今本当に日本の平和が非常に厳しいところに来ていると、これも憲法もですね、自衛隊も実はアメリカから両方押し付けられたものだということです。でそれをうまくもう本当に剣が峰を歩くような形で今まで保守であっても守ってきたわけです。内閣法制局もあんなガラス細工のような解釈を付け加えながらずっとやってきたわけですが、それすら今粉砕されてしまった。大変危険なものを感じます。法律は中身と手続きです。中身は皆さんご存知のように順派人からね法は11本も一緒に出しています。しかも100時間を超えたと言いますけれども、あの中身で100時間というのは非常に辛いものがあります。そんな中身ではございません。しかも裏口から憲法を改正しようとしている。これはもう本当に裏口改憲ということですから、小林先生とか長谷部先生のような本当に改憲の論者の学者の先生たちもこれはダメだとそういうふうにおっしゃっています。彼らがおっしゃっているのは中身の問題ともう一つは手続きの問題です。法律は手続きがそれぞれのレベルで盛られています。条例、あと国会でやる普通の法律ですけれども、憲法はそれをさらに超えて憲法96条で国会のそれぞれの3分2の発議を持って国民投票に付すと、そういうふうに定められている。それをねぐってしまう、やらなかった、これはもうどこに安倍のさんの民主主義があるんでしょうか。大変おかしなこと、中身もおかしい。それでは国民が参加する、選択する、覚悟をするチャンスがありません。こんなことでは本当にこれから自衛隊が海外行く、その皆さんがどんな形で戦争するのか、それすら保証がない。こんなおかしな話はありません。これは体系的にも全く成立しない話です。何としてもこれは止めなければいけません。しかし私どもの側にも非常に反省があります。国家安全保障会議、これができてからですね、マイナンバー、さらに農協関係の法律3つで、いろいろ仕上げが来たのが、機密保護法ですとか出てきて、最後の仕上げがこの法律、集団安保の法律と TPP です。 TPP と集団安保は五院の裏表の関係になります。どちらもこの国内対策、国外対策を含めてですね、大きな課題を持っていますから、ぜひこの安保と合わせてですね、 TPP についても皆さんの活発なご議論をいただきたいというふうに思います。今日は医療関係の先生の方々たちが非常に多いわけですが、これも混合医療が始まればですね、国民皆保険に穴が開いて崩壊しかねないということです。日本がずっと守ってきた、皆さんが守っていた国民保険が危ないということです。でもう一つ、今日は年金の話をさせていただきます。今年金がですね、GPIF ということで、皆さんの税金と皆さんが半分負担している年金が株式市場にぶち込まれて、6月から9月までで7兆9千億円の損を出しています。誰もそして、組織金を取っていません。これは皆さんの税金、皆さんの負担です。半分は皆さんの掛け金、持ち分なんです。それが株式市場にぶち込まれている。この本当に格差が拡大するばっかりの仕組み、これは今回の安保も TPP もみんな根っこは同じだというふうに思います。本当に何としてもこの体制を変えなければいけない。今度の参議院、そこが山場になると思います。ぜひ皆さんと一緒に、戦いたいというふうに思います。私事を少し付け加えさせていただきます。私の祖父と曽祖父はアメリカの移民でございました。ロスアンゼルス、サンフランシスコに50年暮らしておりました。
精神用に手を出して失敗して、それを借金を返すために入れました。で最後はですね、日本に忠誠を誓って向こうに忠誠を誓えば残れたんですけれども、マンザーナール、デスバレーというアメリカの砂漠のカリフォルニアの砂漠の中の強制収容所キャンプに放り込まれて、そのまま戦争を終盤を迎えて捕虜交換で帰ってきました。東京裁判の通訳なんかやってたわけですけれども、田舎にどうしても戻りたくて田舎に職を得て戻ってきましたけれども、本当に何のための25年間のアメリカの暮らしだったのか、本当に辛いものがございます。もう一つ、妻の父はですね、シベリアの抑留兵でございました。満州で抑留されてシベリアに行き、南春夫さんと同じ収容所にいたそうでありますけれども、24年に帰ってきましたけれども、本当に望むで行ったわけではありません。戦争は海外で邦人を守るためにあると言ってますけど、そんなことはできないということです。海外で邦人を守るということは基本的に無理です。この二例を挙げていただいても分かりますよね。祖父も私も妻の父も誰も守ってくれない。戦争ってのは勝つか負けるかですから、そうなった時に誰も守ってはくれません。こんな無茶な安倍さん あのパネルの説明ご覧になりました。最初はホルムズ海峡、文州さんちの別荘が燃えてきたからどうだとか、オバマさんちの別荘がどうだとか、こんな話ではないんです。異常な説明です。ホルムズ海峡の話は途中で引っ込めて中国の話にすり替えてしまいましたけれども、こんなおかしな説明をずっと我々日本人が聞いていかなければいけないことはない。日本の平和をどうやって守っていくか、簡単なことではありません。安倍さん結構したたかです。皆さん本当に力を合わせてですね、この安倍内閣、少なくとも最初のブレーキを次の参議院選でかけなければならない。それを粉砕するために向こうが同日戦を仕掛けている可能性も十分あります。二面作戦、三面作戦必要でしょうか。ぜひ皆さんとともともにこの安倍内閣の暴走を止めたいと思います。よろしくお願いします。頑張りましょう。ありがとうございました。では、野党の皆さん、こちらに並んでいただけますでしょうか。どうぞこちらに、どうぞお願いします。ちょっと一言だけ、皆さん12時から3時までの会合が今真ん中過ぎました。これから駅伝といえば袋になります。袋、残りの大手町を目指して頑張りましょう。じゃあよろしくお願いいたします。じゃあママさんの会ですね。はい、じゃあバトンタッチ、じゃあすいません、タスキを渡す。はい、お願いいたします。ではここで野党の皆さんを応援するべく、皆さんでコールをお願いいたします。戦争したがる議員はいらない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 。賛成議員を落選させよう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 。野党野党は共闘。野党は頑張れ。野党は頑張れ。野党もみんなで手をつなごう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 。野党は共闘。野党は共闘。野党は共闘。野党は頑張れ。野党は頑張れ。野党もみんなで手をつなごう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 。ありがとうございました。皆さん、ご協力ありがとうございました。手をつないでいただいてありがとうございます。野党も共闘、校長先生でも共闘ということで、この程度でいいんですか。この程度でよければ出ますよ。ありがとうございます。袋に入ったところでちょっと誓いも一言言わせていただきました。ありがとうございました。じゃあ続いて